はい、今日の動画はこちらです。これを食べてみたいと思います。またドン・キホーテで買ってきました。これすき焼き味の食べ物らしいので、卵にも合うとかねいう話ですから、ご飯にも合わないっていうことがない、ご飯に合わないわけがないということで、ご飯にも、最後かけたりしてね、楽しんでみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、こちらでございます。どうですか、美味しそうでございます。湯切りなし日清焼きそば UFO とろっとろこいこいすき焼き風あんかけ麺、こいこいこい乳です。すいません。それでは開封の儀。はい、こういう風になっております。とろみの素、これはですね、お召し上がりの直前によくもみほぐしてじゃじゃじゃもみほぐして入れてくださいとのことです。ぐちゃぶじゃじゃせぐちゃぶじゃじゃせぐちゃぶじゃじゃせ。はい、で粉末スープですね、これもお召し上がりの直前に入れましょう。はい、それではお湯入れます。はい、5分経過でございます。それではこれをお湯は捨てませんよ、お湯は捨てませんからね、このまま粉末スープと とろみの素、これを入れていきます。混ぜてみましょう。どんな感じなんだろう、これすごいですね、これね。あ、美味しそうな匂いがしておりますね。こんな感じかな。お、とろみがちゃんと出てきました。あ、すごいすき焼きの匂い、うまそう。それでは食べていくよ。はい、出来上がりました。めっちゃうまそうじゃない。いきますよ、いただきます。うま、これはうまいぞ。うん、あのね、まさしくすき焼きの味です。あの、皆さんが知ってるすき焼きの味がします。でね、こうとろみがあるんでね、あんかけ焼きそば的な感じなんですが、味があのすき焼きの味、これ最高、激うまだわこれ。肉も入っておりますよ。はい、それでは卵にも合うというお話ですから、卵やってみましょう。これですよ、これをね、溶きましてね、こういうことですね。うまそう、いただきます。うまっ、これはめちゃくちゃうめえ。このあとね、ご飯さん登場しますから、もうちょっと待っててね。ちょっと止まらない感じですよ、マジで。あのね、もともとこのすき焼き味みたいな、ちょっと甘じょっぱい系の醤油系の味がもう大好きで、なんで最高。じゃあちょっと残ってるんで、禁断のライス師匠呼んでみたいと思います。はい、師匠のお出ましでございます。
まずはね、この卵をもういっちゃいましょう。からのもう全部これかけます。残りのね、ちょっと見た目はそんなにですが、ネギを入れることでね、一気に見た目が良くなるよ。どうですか、ほら、うまそうですね。いただきます。一周回ってもうダメです、これは。うますぎ、ほんとに。うまいって、これ。絶対やってみた方がいいですよ。もうね、こう混ぜてね、すき焼き卵かけご飯みたいになっとるわけですよ。急に焼き鳥が出てくる。中に入ってるあの肉ね、肉うまいですね。結構分厚いんですよ、うん、すいません、うますぎるとちょっとスクワットしちゃう体質なんで、昔から。すいません。あのね、カップ麺ですよ、たかがカップ麺で卵とこのご飯を味方にすることでここまでね、美味しくなりますかっていうことですよ。これはなかなかすごいカップ麺ですね。皆さんもぜひ食べてみてください。それでは私はこの後ゆっくりとね、食べていきたいと思います。またお会いしましょう。あ、いつもコメントありがとうございます、本当。コメントめっちゃ嬉しいです。いいねもめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。またお会いしましょう。